皆さんこんにちは。神戸市民の淡井圭介です。本日の日付なんですが、2023年の、4月12日、まあ12時30分と、まあいうことなんですが、今回は、沖ノ鳥島の、近くに眠ってあるレアアースの採掘についてです。現在政府が進めている内容で、1日あたり350トンほどの採掘を目指すか、まあそれぐらいのペースを目指してるんですけども、まあこれね、いろいろ新しい採掘船についての、まあ提案なんですけども、まあ洋上の船に風を受けての風力発電を行いながら、水素を取り出すと、まあそういうような、研究も進められています。そんな内容もね、僕のホームページから、アクセスできるようになってます。そういう YouTube がプロの人たちが上げてくれてますんで、僕のホームページから大体のことつながるように、しています。今いろいろ鋭意制作中です。で、まあ沖ノ鳥島で、まあ、海底6000メートルのところからの、レアアースの採掘になると。で、まあ、シェールオイルと同じ技術だと思います。水圧をね、かけて、砕いて、で、吸い上げて、まあ、中の泥とか、金属類が混ざってる、土とかに混ざってるところね、それを吸い上げて金属を採掘するっていう方法なんですけども、それ、電力を使ったら大変なことになるって皆さん思うでしょう。違うんです。昔から平和工作所っていうところ、静清中央、神戸市の静清中央っていうところは西区にあるんですけども、そこの工業団地で一度就職して働いたことあるんですよ。平和工作所っていうところ。平和源内って聞かれたことあるかと思うんですけども、からくりの技術。歯車とかの技術と同じで、ハンドルぐる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 回すだけで大きな力に変えて、で、巨大な圧力をかけていくっていう方法あるんですよ。だからそれで水、まあ、海水を利用したりだとかで、水圧をかけて、まあ、圧力をかけて、要するに水にものすごい圧力をかけて砕いていって、穴を開けていくっていう方法で、まあもしくは、穴を開けたところに、水を流し込んで、さらにそこで水圧をかけて、内部の岩盤とかを、まあ、石とかを、砕いていくっていう方法。まあ、そこに圧力がかかっているものだから、自然といろんなものが、上がってくると。圧力の反発でね。まあ、そういうふうな形で、採掘してます。まあ、そういう内容をね、提案していって、まあ、水素船、と同じで、その水素を作る方のね、水素船と同じで、どうせあの辺りで停滞してるんだったら、そのうち風吹くから、その時に電力を得て、まあついでに水素を作って帰ってきたらっていうのが、まあ僕からの提案です。皆さん、ご協力のほどよろしくお願いします。日本のまあね、造船業の方たちとか、工業界の人たち、せっかく経団連とかあるんだからね、商工会議所とか、そういう人たちがまとまってね、作っていただいたら、良いかなと思います。すぐ作れますよ。もう今年中にでも。以上です。